タカチャンネルの動画ショー。それでも僕はみんなを守りたい。アマゾン。はい、こんにちは。タカチャンネルのタカです。今回は仮面ライダーアマゾンズザムービー最後の審判についての感想とその他フィギュアの開封をしたいと思います。まずアマゾンズザムービー最後の審判の感想なんですが、本当にね、前回の動画でも話したと思うんですけど、没入感が半端ないです。本当にもうね、本当完結編っていうこともあって、本当感極まっちゃいましたね。キャスト陣の演技力の高さ、そこも注目ポイントですね。はい、 4DX でぜひ見ていただきたいんですよ。なぜかというとですね、 4DX はもう映画館だけでしか楽しめないアトラクションの上映方式なんで、ぜひ 4DX で楽しんでいただきたいと思います。まあ MX4D っていうのもあるんですが、 MX4D は 4DX よりは若干劣るというね、レビューがあるんで、ぜひね 4DX で見ていただきたいと思ってます。そしてね、 4DX の魅力って何かというとですね、水しぶきがかかるんですよ。でね、ダダダダダっていう連射銃でやっつけるじゃないですか。その時にしぶきが飛んでくるんですよね。血しぶきがね、その血しぶきがね、その水しぶきとなってバシャッとかかるんで、それアトラクション性のあるね 4DX で見ていただきたいなと思ってます。あとね、車に乗ってるシーンとかでも車がガタ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 揺れたりするシーンがあるんで、そこでもやっぱりね、座席が揺れるんですよね。はい、そういったところもね、魅力ですね。ちょっとした物音でもちょっと振動が出たりするんで、そこはちょっと演出過剰かなと思ったりもするんですがね。はい、ですがね、やっぱりね、普通の上映方式はもう物足りなさを感じてしまうぐらいの、もう一度 4DX で見たらもう病みつきになってしまうんじゃないかっていうぐらいの、そんな魅力がありますね。15日に完成披露試写会舞台挨拶行って、で19日公開日にまた見たんですよ。地元の映画館で見たんですけど、その2つで比べた時に、同じ映画の内容でも上映会場によって演出の仕方が全然違うんですよね。例えばね、煙の量とかも違ったりして、19日に見た時の上映劇場での演出では、はい、煙の量がね、すごい多かったです。上映劇場によって違うっていうのもポイントですね。はい、ぜひね、4DX で仮面ライダーアマゾンズザムービー最後の審判を見ていただきたいなと思ってます。じゃん。続きまして、はい、こちら SH フィギュアーツジャングレイダーを開封レビューしたいと思います。アマゾンオメガが使用する、またはアマゾンニューオメガが使用してた、そしてネオも使用してましたね。シーズン2ではアマゾンネオも使用してたこのジャングレイダーを開封レビューしたいと思います。はい、では早速いってみましょう。はい、こちらが SH フィギュアーツジャングレイダーですね。仮面ライダーアマゾンオメガが乗る専用バイクですね。はい、ですがシーズン2ではアマゾンネオも乗ってたりして、はい、あとニューオメガも乗ってました。ニューオメガはね、まあオメガと同じね、オメガの武装形態ですけどね。こちらね、やはりオープンイヤーアマゾンズと書いてありますね。このメッキ仕様がリアリティがあっていいですよね。すごいね、これすげえリアリティがすごい。横、そしてもう一度横、そして後ろ、ドン。後ろに至ってはもうね、はい、完璧はるかと一体化してますね。このようにね、はるかと一体化してましてね、かっこいいです。やっぱバイクに乗せると仮面ライダーは一段とかっこよくなりますよね。じゃあどんどん開けていきましょうか。はい、この通りね、開封が終わりました。ジャングレイダー本体ですね。はい、このように、はい、まあ、前面から見せるとこのような形ですね。かっこいいね。なんかね、見た目はアルファのような見た目ですけどね、
色使いもアルファのような形ですが、目は釣り目なんですよね。はい、オメガとアルファが合体したような見た目ですよね。はい、ここのあの触覚部分、触覚パーツ、こちらはねオメガの部分で、こちらがアマゾンサイズですね、カマです。はい、そしてこちらがアマゾンウィップ、ムチです。こういう武器あったっけなと思ったんですけどね、本編中出てこなかったような気がしましたけどね。いろいろ載せてみたいと思います。あのアマゾンオメガをねまず載せてみたいと思いますんでね、行きましょう。せーの、はい、このようにねかっこいい見た目になりましたね。すごいね、かっこいいね。いやーいいね、こういうかっこいいあの劇中再現って感じですね、本当にね。やっぱりうつむき加減のオメガってやっぱり様になりますね。はい、すごく様になってますよね、かっこいいですね。こんな感じです。いやーいいね、ほんとなんかあのサムネイルでありましたよね、こういうシーンがね。はい、 YouTube のサムネイルでありましたね、この予告映像で出てましたよね、こんな映像がね。はい、いやかっこいい、実にかっこいい、かっこいいっすね。いやいいね。細かい造形も見ていきましょう。こちらはね上の方がこうなってまして、あのここがねなんかね、なんか網目状になってるんですよね、ここが網目状のなんか複眼みたいになってますね、ここが。はい、横はこうジャングラーだっけ、昭和のジャングラーを思い出させるような感じの見た目ですね。はい、ここは初めてバイク系のフィギュアーツを開封したんですけど、ここまで忠実に再現されているとは思ってもみませんでしたよ。はい、ここはすごい、後ろ姿もかっこいいね、すごいっすねこれ、すごいかっこいい、うん、いいね。あと片側についてるここのマフラーかな、それでいて、あとはエンジン部分を見せますとこういう感じですね。はい、メカニカルな感じですね、本当にバイクって感じがしますね。重量感が結構ありますね、やっぱ持っててね、重たいっすねこれ、随分。劇場版のね仮面ライダーアマゾンの最後の審判でもねこのバイクねよく乗ってました。はい、まあ、変身前でも乗ってましたねこのバイクね。はい、こんな感じでねウィーリー状態を再現しました。はい、かっこいい、いいね、迫力が出ましたね一気に。ここのジョイントがねなかなかつかなくてね、あと見ていただきたいのはね、ここのね部分なんですけど、見えますでしょうかね、ちょっとここによく見るとね緑色のね一つのね丸いものがあるんですよね、丸いものがありまして、うん、そこも結構かっこいいですね、すごいかっこいい、緑色のね丸いものがついてて、金色のものでねなんか覆われてるって感じですね。はい、ちょっと見えにくいですかね、あ、ここなんですよ、ここがねポイントですね、結構光の加減によって光ってるように見えますね。はい、アマゾンニューオメガもちょっと乗せてみましょうか。はい、じゃあいきましょう、せーの、はい、ついにニューオメガがね乗せることができました。ここまで来るとねほんとねかっこよくてね惚れちゃいますね。いやーいいね、かっこいいな、いいね、やっぱバイクに乗せると仮面ライダーは輝きますね。はい、いいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、この通りねアマゾンアルファをね乗せていました。はい、かっこいいですね。劇中ではねアマゾンアルファは乗ってませんが、このジャングレイダーには乗ってませんがね、同じ色でねやっぱりちょうどいいですよね、なんか同じ色が同化してる感じで、すごくねこれはこれで面白いですね。はい、ワイルドの乗りっぷりですね。はい、このような形でございます。はい、このジャングレイダーって本当になんかアルファに寄せて作った感じですよね。はい、うん、そうだからこそ、うん、アルファが乗っても違和感がないですよね。素晴らしいね、かっこいいね。じゃあ次行ってみましょう。はい、この通りねアマゾンウィップとねアマゾンサイズをね持たせてみました。なんかもう欲張ってますよね、本当に欲張りオメガですね。怖い、こんなライダーいたら怖いね。はい、鎌持って鎌とムチでね戦うね仮面ライダー。はい、アマゾンらしいですけどね、野生味あふれる感じですね。はい、SH フィギュアーツジャングレイダーの開封と仮面ライダーアマゾンズ最後の審判の感想動画でした。
というわけで次回もまた見てくださいね。グバイ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。